イサイ、タチャです。ナルです。せーの、タチャナル Vlog です。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はスイーツ女子デザート好き必見沖縄スイーツ有名店5000へー、アイスクリームだけじゃない。はい、ということでね、前回ね沖縄グルメ8000編を出しまして、ありがたいことに好評いただきまして、最後に紹介したブルーシールの、まあ、派生ではないんですけど、沖縄のスイーツについても動画をまとめて見ることにしました。結構アイスクリームのイメージはあるよね。ブルーシールのイメージ強いかも。まあ、それだけじゃないね、いろいろデザートスイーツたくさんありますので、今回そちらも紹介していけたらなと思ったので、この動画を作ることにしました。それでは早速紹介していきます。それではレッツゴー。たちゃなる Vlog ということで、1つ目、富士屋。まあ、沖縄のね定番のスイーツといえば冷たいぜんざいなんですね。これ沖縄なんだ。沖縄本土のぜんざいはあったかいじゃん、お汁粉みたいな。あったかい。でも沖縄のぜんざいはほぼほぼかき氷みたいな感じなのよね。うん、多分気候上暑いからなのかな。あ、そっか。ということで富士屋の説明をしていきます。那覇市泊の草原寺通りから脇道に入ると見えてくるアートな建物、1992年からある老舗です。結構古くない？古いね。うん、最近かと思った。作り直したのかな。とってもアートで黄色い建物なんですけれど、めっちゃ可愛いんですよ。店内もねレトロな感じでジュークボックスとか置いてあって、めっちゃ可愛いです。かき氷と金時豆付け合わせの亀せんべいのセットで差し出される富士屋ぜんざいは、豆の煮汁を凍らせたかき氷を使用しています。甘みが染みたかき氷と圧力鍋でじっくり煮た金時豆の調和が見事。ツヤツヤして形が整った金時豆は豆そのものの甘みを残し、口の中でホロホロとほぐれてすごく美味しいです。またスイーツだけじゃなく、タコライス、沖縄そば、ロコモコハンバーグなどメニューもすごく多彩です。ということで、まあ、富士屋はねファミマとかのアイスクリームコーナーでも並ばれてて、結構ねみんな買っていく有名なぜんざいですね。めっちゃ美味しいんですよこれが。たちゃね知覚過敏で、実はめちゃめちゃなんだろう、かき氷とか食べれないんですけど、富士屋のぜんざいはね美味しくて全然食べられます。でこのぜんざい富士屋なんですけれども、まあお昼はサラリーマン来て、お昼過ぎは、まあ、主婦たちがこぞってやってきて、で夕方になったらこの学生たちが放課後とかにも食べに来るぐらい、結構ね賑わってるんですよお店が。駐車場も多分15台ぐらい止められるので困らないですね。ぜんざいだけじゃなくて沖縄そばもタコライスもあって、これが本当に美味しいんですよ。たちゃが食べたのがタコライスとタコスもあって頼んだんだけど、もう普通に満腹られるぐらい食べて、まあ、デザートでぜんざいも食べるっていうね、ランチとしてもめちゃめちゃ使えるお店なので、ぜひ富士屋ね行ってみてください。ね、行こうね。うん、イエーイ。ということで1つ目の富士屋でした。続いて2番、ヨカゼニアイス。夜パフェで人気のお店ヨカゼニアイスは沖縄市と那覇市にあります。那覇店は国際通りからすぐ近く、三重橋駅からも徒歩5分程度の場所にあります。17種類のメニューとインスタグラムでも期間限定のパフェの情報がアップされてたりします。さらにトッピングはプラス30円からできるので、追加するのもおすすめです。夜風にアイスの人気ランキングは、紅芋モンブラン、黒蜜きな粉、アールグレイチョコホイップです。美味しそう。美味しそう。めっちゃ美味しそう。最近行ったよね。めちゃめちゃ美味しかった。何食べた？生チョコのやつ。あー、めっちゃ美味しそうだった。たちゃは黒ごまのおやつ。あ、カップに入っててめっちゃおしゃれで、あと写真映えもねできる。店内も、店内もおしゃれだし、外装も可愛くて思わずたくさん写真を撮っちゃうようなお店だよね。うん、で食べてみたら、あらびっくり、なんて美味しい。美味しかった。めっちゃ美味しかった。また行きたいね。また行きたい。このさ、アールグレイチョコホイップ、うん、めっちゃ悩んでたの、ランキングに入ってたと。だからね、最初は沖縄市に店構えてたんですけれども、そこが人気になりすぎて那覇でも作ろうってことで那覇にもできて、広い店内ではないけどイートインスペースもありますのでね、中でも食べてみてください。お昼の12時オープンで、夜は24時までの営業とのことです。おやつにはもちろん、お酒を飲んだ後の締めに夜パフェを食べるのもいいですね。以上、2番目の夜風にアイスでした。
続いて3番目、オハコルテ。沖縄のフルーツタルト専門店オハコルテ。沖縄県民や観光客の間で話題となり、こだわりのタルトはもちろん、サブレやヒラミーレモンケーキも美味しいととても評判のお店です。イートインできるカフェとしても大人気です。それぞれの季節で一番美味しいフルーツをそのまま食べれるように、美味しくなるようにという思いを込めて作られたタルトです。中でも定番はオールシーズンで販売されている季節のいろいろフルーツタルト。さっぱりしながらも濃厚なオリジナルクリームを合わせており、提供する季節の一番美味しいフルーツが使用されています。その他にもカカオ 65% のチョコレートを使用したとろける食感がたまらない、とろけるショコラの焼きタルトや、6月限定のみずみずしいアメリカンチェリーをベイクドチーズと焼き込んだアメリカンチェリーの焼きタルトなど、多くの種類のタルトを販売しております。こっちもね、めっちゃ美味しいんだよね。行きたいこれこっちはタルトの専門店なんですけど、本当にいろんなタルトが販売されていて、正直値段はめっちゃ安いわけではないけど、やっぱその分ね、果物とかの質もめっちゃ良くて、食べるたびに幸せになるフルーツのタルトですね。こっちが食べたのがバナナが乗っかったショコラのタルトで、マジで感動した本当に。で、店舗はオロク、那覇空港、港川本店、そして今は休業中なんですけど、泉崎の4店舗あります。このこだわりのタルトは、まあ、もちろん美味しいんですけれども、このね、ヒラミーレモンケーキっていうのがとっても評判らしくて、口コミ見てもヒラミーレモンケーキとっても美味しかったですとか、なんかまた買いたいですとか書いてあって、レモンケーキって沖縄のね、おじいちゃんおばあちゃんたちが出してくる、このカメカメ攻撃されるようなお菓子なんですけれども、確かに正直食べたことはないんですけど、とってもね、評判良かったので、これも食べてみてください。タルトの種類もたくさんありますのでね。ということで3番目のオハコルテでした。続いて4番、雪塩アイス。ユイレール県庁前駅の前方にあるスクランブル交差点を渡ってすぐ国際通りの入り口にあります。雪塩を使用した雪塩ソフトはほんのりしょっぱい味がアイスクリームの甘さを引き立て、後味がすっきりとしているのが特徴。ココアやわさびなどのトッピングが好きなようにできるので、いろいろな味を楽しめるのも魅力です。宮古島には雪塩の製造過程が見学できる雪塩ミュージアムがあり、宮古島へ遊びに行く際には雪塩ソフトを食べながら雪塩の工場を見学するのもおすすめです。雪塩ソフトクリームはコーンかカップかを選択可能で、どちらも値段は400円。雪塩ソフトの他には雪塩チンスコーなどのスイーツ、雪塩をベースにした美容商品も多数取り扱いがあります。雪塩アイス食べたことある？雪塩アイス食べたことない。ない。でもね、国際通り行くたびに結構並んでて、めっちゃ有名なお店なんだなって思ってる。結構前から人気だよね、こっちは。でも本島では食べたことないけど、宮古では食べてたのよく。めっちゃ美味しいの、これが。めっちゃ美味しそう。宮古島の塩を使ってるんだね。そう。肉塩ミュージアムはどんな感じなの？めっちゃ良かったよ、楽しい。行ってみたいね、めっちゃ気になったのがさ、わさびかけるってどういうこと？そうなの、なんかさ、粉があって紅芋もあったし、唐辛子もあった。アイスに唐辛子かける？そう、粉、なんかそこまで多分辛くない。あ、ちょっと風味を楽しむみたいな。そう。どんな味するんだろう、食べてみたい。なんかそのトッピングとかもできるから楽しい。確かに楽しいね。ぜひ食べたいお店でございますね。ということで4番目の雪塩アイスでした。ということで5番目、小さなキッチンルポ。こちらは大島を望む丘の上に立つカフェでございますね。こちらがポーポー屋さんです。ポーポーって知ってるかな？ホットケーキの薄いバージョンみたいな。あー確かにイメージそんなかも。昔からあるおやつ、日常よく食べるではなくね。正直おばあちゃんたちも食べてるの、まあ、見たことないから、本当にたまーに会って食べるぐらいの感覚のポーポーなんですけど、そこでね、お店ができたみたいなのでちょっと紹介してみます。小さなキッチンルポは沖縄県南城市にある那覇空港から車で高速道路を利用して30分、約20キロのところにあります。ルポで提供しているのは沖縄の伝統食
ポー、さまざまな具材を巻いたルポオリジナルのルポーポーでございます。新感覚のグルメ。フードでは黒糖味の甘いポーポーにタコスの具を包み込んだポーポーでサルサソースをかけていただくタコスポーポーや、スイーツにはいちごやカスタードクリームと生クリームをポーポーで包んだ一品のいちごポーポーなどがあります。え、どんな味するんだろう。美味しそうだ。美味しそうだね。なんかイメージホットケーキみたいな味するのかな。感覚はグレープみたいな。あー、そうだ。あ、一番わかりやすい。もうクレープにさ、タコスポーポーってさ、もっと新しいね。新しい。うん、どんな味するんだろう。知らないのに紹介すんなって話だよね。ちなみにルポはフランス語で癒しという意味で、日常を忘れてゆっくりと海を眺めながら自分時間を過ごしてほしいという思いで作られたみたいでね。なんかいいね、大島っぽいよね。いいね。うん、大島はなんかゆったりした時間が流れてるから。こっちの大島は前回の動画でも紹介したんですけれども、天ぷらが有名なお店で、そこもね紹介してるので、ぜひ沖縄グルメ8選も見てくれたら嬉しいです。いや、気になるね、ルポね。気になる。行きたい。しかも小さなキッチンって書いてるから、こじんまりとしたおしゃれなお店、人気らしい。夕方とかにはもうソールドアウト、いっぱいある。そうなんだ。ぜひタチャナレも今度行ってね、ルポしたいと思います。ルポだけに。はい、ということで沖縄スイーツ5選を紹介していきました。美味しいお店がねたくさんあって、気になったね、最後のルポも。気になった。うん、今回紹介したスイーツ屋さん、デザート屋さん以外にもたくさんお店はありますので、そこもねタチャナルが行ってまた紹介していけたらなと思います。あと、ここのお店行ったことあるよとか、あっちの店とっても良かったよとか教えていただけたら、タチャナルとっても嬉しいので、ぜひコメント欄でお願いいたします。今回ね、このグルメ8選とかデザート5選とか観光8選とかあげたんですけれども、こういう企画もやってほしいよとかあれば、ぜひそこもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。ちなみに考えてるのが沖縄のパワースポットとか、まあ沖縄の5月6月編もまた出せたらなと思うので、引き続きねタチャナル Vlog 見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、この動画が良かったと思った方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録まで押していただけると今後の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。また、あちゃやー。